もしプロを本気で目指すのなら。今季も多くのスター候補がプロ入りを決めたドラフト会議。中でも楽天が交渉権を獲得した宗山塁や中日、金丸夢とは複数球団競合となり、今週のドラフトを大いに沸かせました。そして今季は宗山や金丸を筆頭に有望株が多かったのが大学生選手。この2人以外にも注目される選手も多く、6球団がドラフト1位で大学生を獲得しています。一方で注目されながらもドラフト指名されなかったのが慶応大学の清原翔吾。2世選手として期待された翔吾ですが、今回は指名漏れという形に終わりました。今回はそんな翔吾の指名漏れについて、ある OB の言葉とともにご紹介します。清原ジュニア、育成でも指名ゼロ。10月25日に開催されたドラフト会議でプロ志望届を出していた慶大の清原翔吾はついに指名には至りませんでした。 NPB には現役で渡来隆起や山崎幸也、過去には広島の黒田博樹ら父親がプロでプレーした2世選手がいるものの、西武、巨人などで通算525本塁打を放った大打者清原和博の長男となれば知名度は桁違いで、ドラフト候補として注目される存在となっていました。翔吾は中学時代にバレーボール、高校時代にはアメリカンフットボールと他競技に取り組んだことで回り道をし、大学では小学生以来の野球復帰だったにもかかわらず、父譲りの身体能力で短期間に猛スピードで伸び、プロ側も認める将来性を備えるまでに成長。あるスカウトによると複数球団が指名を模索していたようですが、育成ドラフトでも指名がなかった結末にはあることが決定打になっていたといいます。ドラフト当日、翔吾は横浜市内の母校で吉報を待っていましたが、5球団競合の末、楽天が交渉権を獲得した明大の宗山塁ら1位から次々に指名選手が決まっていく中で、翔吾の名が呼ばれることはありませんでした。その後本人は育成指名まで待機していたものの、最後に残ったソフトバンクが13巡目で打ち切ると全球団の指名が終了。このドラフトで清原翔吾の名前は呼ばれないまま、育成の指名も終えると会場は、ああと大きなため息で包まれました。失意に暮れたように取材対応がなかった翔吾に代わり、慶大の堀井哲也監督は、プロ志望届を出してから本当に多くの皆様に注目していただき、本人も含めて我々も励みになりました。ドラフトでの指名は叶いませんでしたが、現実を受け止めて開催中の秋季リーグ戦に集中したいと話すに止めていました。慶大では10台近くのテレビカメラ、50人を優に超える記者たちが清原ジュニア指名の瞬間に備えたようで、ドラフト会議前からアマチュア球界トップクラスの選手たちに勝るとも劣らない注目を集めた事実は、球界における清原ブランドの証でもありましたが、残念なことに指名漏れという結果に終わりました。父と同じ道に進むことはできなかった翔吾。先月プロ志望届を提出した際には、指名漏れの場合について、そこまでは本当にまだ考えてないですと語っていましたが、本人の失意は計り知れないのではないでしょうか。指名漏れの理由とは一体。父の不祥事の影響もあり、一度は野球を離れた過去がありながらも、高校3年の秋に慶大堀井監督のもとを訪れ、大学で野球をやりたいと告げた翔吾。同監督はブランクと清原和博の息子という2つのハンディキャップがあり、大変な4年間になることを伝えたそうですが、翔吾は、清原という名前で野球をする以上、その覚悟はできていますと決意を伝え、野球に復帰すると努力を重ね、父の陰からの後押しもあり、慶大の4番として本塁打を放つまでに成長。そして中高と野球のブランクがありながらホームランを放ち、大学ベストナインを獲得するポテンシャルを秘めた翔吾はドラフトの注目選手となっていました。しかしその結果は指名漏れ。その理由についてある球団のスカウトは、清原翔吾のドラフトまでの6大学での成績、通算2本塁打、打率2割2分6厘だけを見ると、本来ドラフト対象にはならない選手です。
清原さんの息子という話題性が先行していた面は否めません。内野、しかも一塁しか守れないとなるとプロではよほど打たない限りポジション取りは難しい。一塁は外国人選手の補強で真っ先に埋まるポジションでもあります。遠くに飛ばす能力は天性のものがありますが、プロの投手の球威、変化球の切れ味は別次元です。大学生レベルでに割そこそこの打率では適応に相当な時間を要するでしょう。中学、高校と長いブランクもあったわけですからと、プロレベルではないと厳しい評価を下しました。また称号を獲得した際の懸念点について、引っかかったのは清原のプロ生活が始まる時より終わる時のことですよね。入団する時はいいでしょう。清原のいいところにだけに目を向けて、マスコミには期待感を前面に出せばいいのですから。問題は戦力外にする時です。客寄せパンダで利用するだけ利用してポイ捨てという印象を持たれては球団のイメージに関わります。選手として投資する価値が見えづらいままに指名するというのは逆に無責任ということです。それが清原さんという球界のビッグネームのご子息であればなおさら慎重になるということですと、注目度が高いあまりに様々な問題が生じると話しました。その一方で、ドラフト会議前に一部の球界関係者に出回っていた正吾の希望にまつわる情報もネックに。清原は支配下での指名にこだわっていて、育成指名ならプロ入りには消極的という情報も飛び交っていたようで、当初は育成でも構わないのかと思っていたのですが、こういう話を聞かなければ育成でなら取ろうとする球団はあったかもしれません。そもそも六大学の選手に育成指名というのは躊躇してしまう中で、不確実な状況でリスクを冒してまで指名する必要性はありませんのでと、前室のスカウトは明かしています。この情報はあくまでも噂レベルですが、これが本当なら育成での指名を回避した球団がいても不思議ではありませんね。巨人 OB 小笠原道弘の清原翔吾指名漏れの本音。あるメディアの取材で今回のドラフトについて振り返っていた小笠原。そこで聞き手から、今回のドラフトのもう一つの焦点として清原翔吾選手が指名されるかどうかというトピックがありました。結果的に指名はありませんでしたが、小笠原さんは率直にどう感じていますか？ドラフト前の取材では、各球団のニーズ次第、話題性だけで指名されることはないといった話をされていましたが、と聞かれると、本当に戦力として評価されていたら指名する球団もあったはずです。指名されなかったということは実力的な意味で何かが足りなかった。そこでもう一段明確な強みをアピールすることができればまだまだ可能性はある。もしプロを目指すのなら本人にはぜひ頑張ってほしいですと、正吾の実力を厳しく評価した上で今後へのエールを送りました。その後、ウエスタンリーグの公式戦に参加しているクフーハヤテや独立リーグのチームが獲得に名乗りを上げているようですが、その点についてはという質問には、一つの選択肢としてそういったチームに加入して試合に出ながら選手としての幅を広げる、例えば守れるポジションを増やして打撃のアベレージを高めれば指名される確率も上がっていくはず。中学高校の6年のブランクを考えればまだまだ伸びしろはあるはずですから、今からいい時間を過ごしてほしいですねと、正吾の伸びしろを評価し、独立リーグなどでのプレーに肯定的な意見を述べました。そして最後に、社会人を経て2000本安打を達成した自身の経験を踏まえた上で、正吾とその他にも指名漏れとなった選手に、大学でも社会人でも独立リーグでもそこでしか経験できないことが必ずあります。それは野球の厳しさも社会の厳しさも含めて、もう一度指名されるチャンスまでにとにかく大切に時間を使ってほしいですね。僕だって高校生の時はとてもプロなんて考えられるようなレベルの選手じゃなかった。進路の選択肢が増えたことで昔に比べてプロになるチャンスは広がっている。ここからプロへの道がつながっているんだと、このドラフトをスタートラインにして一歩目を踏み出してほしいです。うまくいかなかったからこそ火がつくこともありますから、逆境に置かれた人間のエネルギーってすごいですよ。逆に入らなくてよかったと思うくらいじゃないと、もっともっと評価を上げて上位で入ってやるくらいの気持ちで野球に取り組んでほしいなと思います。
と激励の言葉を送っています。この小笠原の熱いエールを受けた翔吾が数年後どんな選手になっているか本当に楽しみですね。気になる翔吾の進路。今季から NPB のイースタンリーグに参入したオイシックスが翔吾の獲得に乗り出すことを表明。ドラフト会議では指名漏れした翔吾ですが、今週の東京六大学リーグで日本塁打をマークした長打力は魅力十分。球団では今春のリーグ戦から翔吾のプレーを注視しており、獲得オファーを出すとみられています。野球を続けるかどうかを決めるのは11月9日の大学リーグの最終戦を終えてからになると予想されていますが、野球を続ける選択をすればオイシックスの他にも多くの独立リーグの球団が獲得に興味を示しているようです。また四国からは香川、徳島がラブコールを送っており、将来性と圧倒的なスター性を兼ね備えた翔吾を目玉選手として迎え入れたい思いもあるようです。そして10月31日には独立リーグの九州アジアリーグに加盟する宮崎サンシャインズが翔吾の獲得を表明。これで指名漏れした後に翔吾の獲得に動いた球団は四国 IL 香川、四国 IL 徳島、オイシックス、工夫早手、 BC 栃木、 BC 神奈川、 BC 山梨の8球団。現在は11月9日からの早慶戦に向けて牙を研いでおり、野球継続の有無も含め検討することになると予想されています。 NPB 入りを目指し続けるとなれば、社会人野球に進んだ場合ドラフト指名の対象となるのは最短2年後ですが、独立リーグならば来年の指名が可能。数多く試合に出場して経験を積めるという点もメリット。そしてこの独立リーグなどのチームに加えて進路先として予想されるのが社会人野球で、野球評論家でドラフト戦略に詳しいと久津貴博氏は、間違いなくポテンシャルは抜群で、私はまだまだ彼が成長すると見ている。それは元プロスカウトの目から見て間違いないと断言していい。だがいざ蓋を開けてみると、実際に清原を指名する球団は育成すら一つもなかった。球界のレジェンドである父親の存在を考えれば気遣うあまり、なかなか会や育成での指名には踏み切れず躊躇してしまうところもあったのではないか。だからこそ慶大卒業後は社会人チームに入り、技術とスキルをさらに磨きつつ超一流選手になり上がって2年後のドラフトを再び目指す。これが今後の清原にとってはベストの選択と言える。と社会人野球入りと2年後のドラフト再挑戦を強く進言しているようです。今回のドラフトで話題性は十分でしたが、実力が足りなかった翔吾、今後自身が決めた進路で成長を見せ、今回の悔しさを晴らすことに期待したいですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。